ゆったり超光沢をやってみます。この MJ の麻雀ゲームは撮影の時ぐらいしかやってないので、残りチップが80ゴールドになってしまいました。もう一般卓は1回ぐらいしかできないと。なので少し今後はフリー卓のパーセンテージが多くなると思います。トーン1曲シャーチャトラパーピン、まあパーピンを使うとしてリーチドラドラが見えますね。5200は見えます。積もってマンガンと。今回はなしなしでやってみます。まあ基本私はなしなし、まあこのゲームに関してはなしなしですね。実際の麻雀でも、実際の麻雀だともちろんなしなしではないんですけど、まあできるだけ泣かないように泣かないようにと意識しているぐらいのありありですね。で今日説明した裏筋ですね。これカンちゃんが2面になったんで9ピン切ると、今たまたまメンツ揃いましたけど、9ピン切ったら裏筋のウッパーピンが待ちまたは入り目になるなんて説明した記憶があります。この手は、まあ、ゴロチ、リアンワンジャン等のゴロチを私は見てるんで、ローソー1枚後で外すかなと。ウーソーかチーソーを引いてピンズゴロチ、ソーズゴロチ、マンズゴロチ、リアンワンジャン等の一数ピン待ちとか、そんな感じの、まあ、まあ独りよがりの構想を立てています。まあこれでリアンワン9層のシャボでもいいですね。あ、これですね。で次ローワン引いて9番切る、チーソー引いて3ピンリーチと。9、あでも9層が2枚切れちゃってますね。9層が2枚切れてるんで一数ワンにしようと。ピンフ3色ドラドラの、ピンフ3色ドラ1か。E1 がポン入ってるので一数ワンってよりはこの関数ワンになりそうですね。でパッとパを見るとこの人ソーズしか切ってないなと。こっちはタンヤをドラ1とかタンヤをドラドラだなと。まあちょっとどうしようかな。まあ、チーワン切っとこう。で、親でペ、あ、なんちゃでペーとイーワン。本一でもない。まあ、トイトイ、パーピン2枚持っての、トイトイドラ3あたりかなと。このピン、ソーズ目立ちますね。いきなり両面のソーズを落としちゃってるんで、え、ソーズいらないのと。あ、これですね。換算1が埋まったんで、次ローワン引いてのチーソー、はい、スチッソーと。でチーソーを積もると。あ、トンか、トントイトイドライチとか、まあ満貫ぐらいですね。まあ本浪等はちょっとそこまで読まないですね。まあ9番は注意しようかなと。特にそのぐらいですか。こっちの手の方が勝負手なので、ローワンかチーソーを引いたらリーチですね。もう相手は降りれないんで、ある意味チャンスですね。パーワン引いてもまあリーチでいいと思いますね。ちょっと終盤すぎますか。これ皆さんだったらリーチかけるのか、ちょっと人の手牌を後ろから覗くっていうのは、あ、これチーでもいいかな。まあでも私は泣かないと。ローワンを引いてくると。意外と人の手牌打ち方をこう見る機会がないし、見たとしても、後ろからもし見る機会が許されたとしても、どういうふうに考えてんのかと。リアルタイムで、
聞く機会ってほとんどないと思うんですね。単葉ドライチ、まあ予想通りですね。よくプロの麻雀だと感想戦といって、なんかこの時にこう切りましたけどどう思ったんですかと、あのどう思いましたかと、あの時はこう思ったなんてあるんですけど、あれってよく考えると後付けなので、何とでも結果を見て結果に沿った言い方をできちゃうんで、本当にその時そう思ったのかは分かんないですね。特にプロになると恥ずかしいところをテレビで晒せないので、まあ真実は分かんないと。なので意外とこう人の打ち筋をリアルタイムでこう思ったからこれ切ります、あれを狙ってます、意外とないなぁと。これものすごいいい手牌ですね。二指しの単品三式、赤嘘を雀刀にして、またはリアンワンを雀刀にして、ピンフ三色ドライチが見えるなぁと。あ、うん、まあ単品ドラドラくらいでも問題ないですね。まあ、2差しか差し子、できればローピン引いて単葉の方に向かってほしいなと。で上は相図かなと、一応こっちも相図かなと。相図相図、親はめんあのピン付けと、そんな読みです。9番と9ピンのどうしようかな。あ、まあ、9番は私切ってますね。で右と上は相図かなと思いつつ、相図切ってくんのを待ってると。相図切って、ま、6巡目で相図切ったらあれ本一じゃないのかなと思うの でやっぱり相図切ってこなかったら、ああやっぱり本、うん、思った通り相図かと。一応トンなし白なし初チューン、初とチューン、初のみですね。今チューン切れたんで初のみと。ただこのぐらい泣いてるとなんとかシャアもちょっと警戒するんで、ちょっとイースを掴んじゃうと後々邪魔なんで、今のうちポンでもチーでもしてくれって感じですね。ソーズこぼれちゃったんで、あー、まあトン本一、一通またはドラ一で万願ぐらいはテンパってる可能性ありと。じゃ上から9層こぼれてきたんで、面本テンパイとは思えないなと。老層つもぎり、ああもう層図張ってんのかなって感じですね。お、いいな、追っかけたいですね。こういう風に泣いて染め手に走ってるとリーチにものすごい弱いんで、もう追っかけて直撃 してあげたいですね。あのよく私は泣くときは、まあ理由がないと泣かないんですけど、どうだ、あ染まってた。本一ちゃんた2004戦、泣いたからといってじゃあ早くなるのか早く上がれるのかって言ったら意外とそうでもなくて、面前の方が意外と早かったりすることもあるんで、まあ、理由なき泣きはしないと。ただ上がりたいから、手が早くなりそうだからっていう泣きは普段からしないようにした方が確実に強いと思います。強くなると思います皆さんも。まあ、あの強制はしないですし、私が言ってることが正しいですとも思ってないんですけど、そう親なんで C1 を使ってなんとか単葉をドラ1あたりに面前で持っていきたいなと。初泣いちゃって、なんだろう、初竜位相天敗かなっていうのはまあ冗談で、まあ初本一ですね。でも3900か。
まあ、ドラ絡めて8000。まあ多分数層ローソーとしますね。ピンズ2メンツ、マンズ1メンツ、ソーズ1メンツと。これ赤馬で切ってるんで、もうソーズはいらない、いらない捨て牌ですね。あ、いいな、6チッパが見えますと。できればチーソーチーワンから引いて両面落としたいなと。単品3式ドラ1と。なんだろう、本一でもないですね。ウーピンリアンピン切ってるんで、トイトイか、なんだろう、トイトイぐらいですか。あとは自敗と。で、自敗を見ると初ないな。トンハク、トンチュンですね。トンチュン、またはナンですね。この人ナンチャなんで、まあ急走切ってるんで別に三色とかチャンタとかは警戒しなくていいです。まあ、何トイトイドラドラとかチーワン2枚持ってる可能性はありますね。今トン切れたんで合わせ打ちでトンも潰して、あとは何か初、ちょっと私の手がもっとぐんぐん進んでほしいんですけど、まあ、上がれなくてもいいので、きちんと最初に決めたなしなしと、泣かないで円前天杯リーチと。まあ、たとえこの一局このハンちゃん負けたとしても、トータルで長い目で見るとそっちの方がいいと私は信じてやってます。ウッパーピン、ウーピンがもう場に3枚。単品ドラ1がいいとこかな。まあ、チー1だったらチーしてもいいですね、これ。ドラの人泣き天杯。三蔵は勝負か。サブロッソは勝負。親なので、ぜひ勝負したい。まあ、両ピンは通るな。ちょっと勝負したいですね。リーチかけたい。で、リアンウーアンは E1 の裏筋で危険なんで、もしかしたらローワン切ってリアンウーアンのバッタ待ちでもいいかもしれないですね。リアンウーアン、カムチーピンか。まあ、リアンウーアンの入り目かもしれないですね、このリアンワン。で、これで1茶まで13000点、羽つもで逆転、満直羽つも、ドラチュン、オーラス、ペイちゃん。パッと見2差しの3式、1、2、3の3式手が伸びればちゃんた3色ドラドラと。うん、いきなりポン。四茶がいきなり赤いポンなんで、タンヤをドラさんぐらい見えるのかな。それか手の中にチュン、トイツとか。なしなしだったら上がれないですね。トンから泣かないじゃなくてチュンから泣かないと。3、4落として2差しでリアンウーマンリーチとかそういう可能性もあるんで、できれば E1 引きたいですね。まあでもちゃんと遠いか。トンなし、ハクなし、ハツとチューンだけ。
チャンタ三色、まあ、キューピンジャン島のチャンタ三色がいいとこですかね。チュン切りてえな、邪魔だな。どうしようかな。スーソ、ちょっとこの切り方はあの人それぞれですけど、あのスーワンで今の切り方は正しいか分かんないです。イーソーが正解かもしれないですね。あのスーワンで結局最後に積もっても700、1300ぐらいがいいとこなんで、もう E1 でしか上がんないっていう前提の切り方ですね。まあ、ちょっとこれは私独特なんで、私はあのたとえ積もってもフリーテンリッジで高め積もみたいなのを平気でやる人なんで、ちょっと今みたいに切りました。あんまり真似はしなくていいと思います。E1 残り2枚。ちょっとでも間に合わなそうですね。あ、来た来た来た。チュン、どうだろう。ちょっと三色にこだわってカッコつけてみます。E層引いたらもろ裏目で。E ピンが残り3枚。リャンゾーが、残り4枚。チュン引いたらどうしようかな。チュンちゃんからチャンタに落ちるので。でもちゃんと3色ドラドラ、まあダマ跳ねまん、まあチュン引いたらキューピン落としますね。さすがにちょっとリーチしたいな。あの上がれなくてもいいんで勝負したいですね。いやこれはいらん。これちょっと夢がありますね。まさかの3、あ、まあそんなわけないか。ちょっと何もできず終わりました。何、ウーソー短期、まあ仮点取ってたら出たと。まあちょっと今回上がれずと、そんな曲でした。ありがとうございました。